謝してます。皆さんに幸せをお届けするハッピーアーティストひらりです。はい、このチャンネルでは皆さんがますますハッピーで幸せな毎日が過ごせるような情報を発信していきたいと思います。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録していただけると世界のハッピーが上がっちゃいます。よろしくお願いします。キラリングチャンネル。はい、ではですね、今日は、私自己紹介みたいなのをしていなかったなと思ってですね、改めてちょっと撮ってみたいなと思います。なんでこうマルカンやってるんですかとか、言われたりとかするんですけれども、私、今ですね、マルカンのお店を栃木県宇都宮市にて、やってます。マルカンのお店をやってリラクゼーションアロマトリートメントのお店と、食品のお店、そして、私絵描きをやっております。で、今年ですね、こちらの、ありますここの月のうさぎっていう絵本を文芸社さんから、出版させていただきました。絵描きの方はですね、そうだな、17年ぐらいやってるのかな。はい、でまあ路上とかで描き始めて、でまあいろんなイベントとか出てたくさんの方に出会いながら、マルカのお店をやるに至るまで、まあ、絵描きをやってました。で今ですね、この健康食品とかそういうひとりさんに出会ったのは、私ね、結構このマルカに出会うまですごい隙間がないぐらい肌がすごいブツブツだったりとか、あとやっぱり代謝がすごい落ちてたりとか、なんかねその時ねすごいね、あんまりね運勢がねあんまり良くなかったんですよ。そう、それでひとりさんに出会って、なんかねひとりさんってすごい、ひとりさんに出会う方ってすごい幸せですごい生きてるんですけど、ひとりさんに出会っちゃいましたっていうよりは、すごい悩んでてとか、なんだろう、すごい答えを求めててとか、ちょっと病気になっちゃってとかで出会ったのがひとりさんなんですっていう方とか結構いらっしゃるんですよ。で、まあ、私もねその仲間というかあれなんですけれども、そう、それでひとりさんに出会って、で、まあ、サプリを飲み始めて、で、まあ、言葉を変えていって、でお化粧もですね、お化粧っていうかね、なんかその隙間がないぐらいボツボツだった時も、ね、やっぱりねちょっとね、こう腸がやっぱ元気じゃなかったりとか、そういう体の腸の裏返しでお肌に出るので、腸が綺麗だとお肌も綺麗になるんですけど、そういうこととかも知らなかった時だったので、ちゃんと健康にね気も使ってなかったんですけど、まあ、今はねそういうことよく分かるようになってきたので、お肌に悩みがある方とか絶対なんかこう来てもらえるといい答えとかもお伝えできるかなと思ったり、あと太りすぎちゃったりとか、あとね、私もうちょっとね若い時にまあがんを経験してちょっと病気になったんですね。で病気になったんだけど、まあ、青汁飲んで、まあ、個人の体験なんですけど、そのがん細胞が消えちゃったっていうのがあったんです。でそれでまあこれすごい人助けの、もうなんかひとりさんすごい助けてもらったなっていうふうに思ってですね、で、まあ、一人でもね多くの方になんかこういうサプリの良さとか考え方だったりとか知ってもらったら、本当になんか今よりもますます豊かになれたりとか幸せになれるんじゃないかなと思って、日々ねお店でお話しさせていただいてます。でなんかそれがやっぱり誰かの役に立てたりとかしたらいいなって思ってやってます。で毎日ね生きててなんかこう悩んじゃったりとか、これってどうなんだろうとか、なんか一人じゃ抱え込められないとかって思うこととかあると思うんですよ。でそういう時にやっぱり仲間ってすごい私は大事だなってすごい思うから、なんか何でもその言えるような仲間だったりとか、なんかこう相談し合えるコミュニティとしてうちのお店あると思ってるので、私はその今よりももっと良くなるようなことを皆さんに提供したいなと思って今マルカンのお店をやってます。でこういうことがあったらどうしようとか、お家でこんなことがあるんですけどどうしたらいいですかとか、悩みとかも結構ねある人いると思うんだけど、楽しい環境にいたりとか楽しい波動の人と一緒にいると、そういう悩みとかも飛んでっちゃう、なんかどうでもよくなってっちゃったりして、なんかみんなね笑顔で帰ってってもらったりするので、ぜひねなんか来てみたいなとか、
のちょっと今を変えてみたいなと思う方は気軽にね足を運んでいただけたらいいなと思います。で私絵描きもやってるんですけど、その絵描きについてはまたちょっと違う動画の方で、お伝えしていこうかなって思うんですけれども、マルカのお店、あと体、あと心も魂もますます良くなりたい人はぜひね、コメントだったりとか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。なんかご縁って本当ね、一生あなたと出会うことって今あることがすごく奇跡だと思うので、このご縁を大事にしたいと思っています。会えない方はね、発想とかでもご縁つながれますので、ぜひつながっていただけたらありがたいなと思います。じゃあまたね、お会いしましょう。バイバイ。